白鳥城は、古市中国内軍白鳥、現在の富山県富山市企に存在した、中世の日本の城。富山城を書くカードナンバーワン7。ひくれ派丘陵の城山を中心に、現在も黒和群、空堀、井戸跡などの遺構が残る。東側に平城である、富山城を見下ろす位置関係にあるが、丘陵の東側は急斜面になっているのに対し、 西側は、緩やかな斜面のため、西からの攻めに対しては弱く、東方に備えて築かれた城である。したがって、東からの上杉勢に対しては、富山城の爪城の機能を果たしたが、逆に、豊臣勢など西からの寄せ手に対しては、相手の富山城に対する付け城ともなった。城名は登録にある、城取神社に由来するが、古くは五福山城と呼ばれた。 富山市中心部からほど近く、本丸跡は市街を眼下に、縦山連峰を一望できる、ベストスポットでもある。アクセス道路、自転車道、遊歩道も整備されており、気軽に訪れることができる。本丸跡からは漢護を巡らした弥生時代の、高知性集落跡が見つかっており、古くから軍事上の用地であったことがわかる。文献上は、樹影2年に、 源の義仲の武将、今井四郎金平が陣を張ったとするのが、最初の記録で、その後、越中守五代神母朝食が、上杉謙信の越中攻めに備えて、本格的に築城し、富山城の詰城として利用されたと思われる。その後、神母氏の降伏により城は、上杉法の手に移ったが、元気三年には、西から攻め寄せる、一気勢により落城した。 白鳥城は東側が急斜面となっており東からの攻撃には強かったが西側はなだらかな斜面となっており西からの攻撃には脆弱な城であった。上杉謙信の死後越中が小田方の支配下に入ると笹成政が富山城に入り白鳥城も引き続きその史城として使われたと思われるが 天正十八年に、橋場秀吉が成政を攻めた際、富山城を見下ろす位置にある白鳥城に、豊臣軍の陣が置かれた。秀吉の本人が置かれたとする伝承があるが、実際に秀吉の本人が置かれたのは、下越国境の栗からであり、白鳥城に陣を設けたのは先見隊の大将であった織田信夫と見られている。成政降伏後は、姉軍伊勢を加造された。 前田利家が言うし、まだ、越中の一部を領していた成政に備えるため、上昇を置いた。現存する縄張りはこの頃に完成したものとされている。文六四年に、新川軍を加増された、前田利長は、白鳥城とその市場に上昇を置く。同年、新川軍の諸城も、上杉家の越中州より引き渡される。敏長は、 森山城を本拠とし、さざ、上杉の越中撤退により白鳥城は、慶長年間に廃城となった。1980年から1983年にかけて、敷屈調査が行われ、本拠林で祖先建物の他谷や遺構などが、検出された。中世より昔には五福山、暮福山などとも称された。と山城閣カードが完成しました。 ト波市公式 HP ハットと山城閣カード一覧ト波市公式 HP 同様に上杉影勝も新川軍の天神山や宮崎に上昇を置いている。サザの不在で緊張が解け、岡島市は、麓の安田城を平時の居城とした。ガモウ騒動の混乱時の領地外だったために、豊臣家から新川軍の領地販物が前だけになく江戸期に、 幕府から問題にされる。白鳥城跡富山市公式 HP ハット、白鳥城シェズなど、ありがとうございます。